FX のね、成績です。今31,686円ですね。で、このような具合で去年の6月12日から始めて、このように増えてます。これガチャやっちゃってましたですね。そんな具合で約今年金の8%ですねって言ってます。こう使ってライブ講座ですね。6月12日からですね、このように、これ8月ですね、去年の8月。去年の9月、去年の10月、11月、12月、1月、今年の1月、2月、3月、4月ですね。このような利益取ってですね。18,582円。12,000円の資金からですからね、始まったのはね。約1.3万円かけるごとの1.08でね、計算してね。6でしょ。7、8、9、10、11、12。ね。それから1月、2月、3月、4月と。ね。4月の計算で、0.8% は月、完全に、ね、勝ってますね。で、これが終わると5月でしょ。ね。まあ実際この3,311円稼げてきたですから、もう達成してるということですね。だけど1割に戻さないといけないんでね、初めは1割の目標だったんだけど、なかなか難しくて 8% になっちゃいましたね。今年、今4月29日水曜日12時53分なんですね。今年終わるけど、ね。1割ずつ、まあこれだと10年間後に1億円になるぐらいでしょうかね。10年で1億円ぐらいかな。ちょっと計算してみるね。でしょ。ここで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12ね。でこれをコピーしといて、でこれをね貼り付けて、これを掛けでしょ。2年目、3年目、4年、5年、6、7、8。ね。8年で1億円超せますね。8% でもね。ね。ということでね。
本間先生の FX の投資方、どうしてもやっぱり 8% になっちゃったですね。多い時は2割ぐらい稼いだりしたんだけどね、去年のね、6月12日から始めてね、こういう感じですね。難しいですね、簡単にいかないですね、見えないです。だけど大きい資金でもこんぐらい増やせたらもうすごいですね。1億円でだって800万ですからね、月ね、資金1億円投資だったら月800万稼げるわけですから、最初は352円かね、それは4787円、マイナスは638、まあ大体同じだね、似てるね、大体ね、利食いと負け、平均ね。以上です、半前は先生でした。